砂時計成分は、は、エザの方角に、地球から約8000光年の位置にある若い、惑星上成分である。アニー・ジャンプ・キャノンとマーガレット・メイウォールが、ヘンリー・ドレー・パーカタログの拡張作業中に発見した。当時、この天体は、単に小さくて暗い惑星上成分とされたが、ジェット推進研究所のラグハベンドラ・サハイト・ジョン、トラウガーらが寄り進んだ、望遠鏡や、 撮影技術を用いて、1996年1月18日に、その砂時計のような形状を明らかにした。マイケン18の砂時計の形状は、赤道地方が国地方よりも濃く、ゆっくりと拡張する分子雲の中で、早い恒星風が吹いたために形成されたと、考えられている。日型星雲の中にザーワーグラスネビュラと呼ばれる、別の星雲が存在する。 abcdfgh e シンバドアストロノミカルデータベースリザルツフォーエングレーブドアワーグラスネビュラ2015年1月10日閲覧ハップルファインズアンアワーグラスネビュララウンドエダイイングスターハブルサイト http://hubblesit.org/scenter/slasharchive/release/1996/07/fastfacts/2015 n e 年1月10日閲覧ハップルが捉えた死にゆく構成の姿。 アストローハーツ2015年1月10日閲覧シンバドアストロノミカルデータベースリザルツフォーアワーグラスネビュラ2015年1月10日閲覧ザアワーグラスネビュラ1996年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年1月10日閲覧ありがとうございます